2006年9月11日生まれのあなたへ。常に挑戦し続けることを大ごとにします。他人から見ても困難なことに諦めず、楽しみながら突破していく力を持っている頑張り屋さんです。めったにへこたれません。高い壁があればあるほどチャレンジしていく人です。常に前を向いて生きていくめげない人です。チャレンジ精神旺盛で、ポジティブで打たれ強いため、途中放棄せず責任放棄をしません。自分に厳しく、プロセスに充実感を覚える人です。物事を何でも追求する人です。常に、なんでそうなるの、どうしてそうなのと自分にも周りにも求めます。少しの情報からも情報収集するため、周りの人は責められているような感覚に陥りやすかったりしますが、それはその状況を見極めようとしているだけです。生きている限り全てが挑戦という気持ちを持っているので、挑戦することの楽しさ、ワクワク感やドキドキ感を持ち続けます。挑戦することがテーマです。行動してこそプラスの面が引き立ち、投げ出さない姿勢に信頼が集まります。周りに黄色い戦士の方がいるのであれば、挑戦しやり遂げる奥義を聞いてみるのもいいかもしれません。この人は職人かたぎでプロ意識を持っています。何かを始めると完璧に仕上げたいという頑固な性格を持っており、少しでも気に入らないところがあれば最初からやり直すこともいといません。完璧主義者で、コツコツと努力を惜しまない努力家です。不格好なものを整えたり、自分のイメージした形に仕上げることが得意です。美意識が高く、何事にも美しさを求めます。自分が納得できるまで作業を続け、見た目の綺麗さやスマートな行動にこだわります。ただし、この美意識が過度になると新しい視点や融通が効かなくなる可能性があるため、注意が必要です。彼らは自分の意見をはっきり持ち、こだわりを持っているため、頑固さもあります。心地よい場所や美しいものが好きで、ごちゃごちゃした環境ではストレスを感じることがあります。人間関係や金銭関係など、整理された環境を作ることが重要です。生活環境や人間関係、精神的な面でもゆとりを持ち、バランスの取れた生活を心がけることが大切です。楽しいことやワクワクすることが大好きで、周りの人に元気を与える力を持つ人です。情熱を注ぐことが得意で、興味のないことには無関心ですが、関心のないことにも耳を傾けることが大切です。人間関係は良好で、広く浅く多くの人と交流できますが、深く考えることは少ない傾向があります。人の言葉に耳を傾けることで、コミュニケーションが円滑になり、現実を見つつ謙虚に行動することが大切です。 Thank you.